ハグッとプリキュア、はい、というのが、うん、プリキュアで言うと、うん、今年が20周年なんですね、はい、でそのハグッとプリキュアっていうのは、うん、15周年の時のプリキュアがハグッとプリキュアなんですけど、はい、このハグッとプリキュアっていうのは、うん、テーマが働く仕事に関わるような、はい、こんな仕事をやってみるみたいな、うん、のでちょっとずつ仕事を経験して、うん、大人ってすごいなみたいな、うん、でこういう大人になりたいなっていう思いを育むと同時に、うん、その敵側は、はい、敵側の親玉が、うん、その奥さんが亡くなってしまったっていう状況で、はい、時が止まれば、うん、みんなその人間って、うん、死に向かってるじゃないですか、はい、死は悲しいものだ、うん、だから今時が止まれば、うん、みんな幸せなんだ、うん、っていう思いのもとで、うん、暗い明日社っていう、うん、まあ、暗い明日、はい、暗い明日社っていう会社を作って、うん、時を止めようとしている、うん、で片やプリキュアたちは、うん、素敵な大人を見て、うん、将来を夢見て、うん、あんな大人になりたい、こんな夢を叶えたい、うん、から時を止めるなんて許せない、うん、みたいな戦いの話なんですね、うん、はい、でその48話でプリキュアの主人公の野花がですね、うん、こんなことを言うんです。私が出会ってきた大人は、うん、みんな輝いていた、うん、だから私は、うん、なりたい私になるんだ、うん、なりたい私になるんだ、はい、って言うんですよ、うん、大人たちを見て、はい、輝いていた、で私はなりたい私になる、はい、うん、それが私なんだ、うん、って言うんですよ、はい、っていうのを見ながら、うん、僕は、うん、戦闘狂っていう、うん、中国が孫子であるならば、はい、中国の孫子ではなく、はい、日本には、うん、大江正房という人が、うん、その戦闘狂というのを残してるらしいんですけど、はい、それを読んでる時に、うん、それを解説してる人が、うん、またどこかでここでも紹介したいと思うんですけど、はい、山岡鉄舟という、はい、明治の人がですね、うん、宮本武蔵っているじゃないですか、はい、宮本武蔵が、うん、無念無想っていうんですね、はい、要は念じるもなく、うん、想像するもなく、うん、無念無想だと、うん、言っていて、それを山岡鉄舟というのは、うん、明治の三州、明治維新の三州っていう三つの船と書いて、うん、要は勝海舟、うん、山岡鉄舟、あともう一人ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、無念無想を目指して、うん、それがわからんと、うん、でずっと悩んで悩ん、まあ、剣の達人なんですけどね、はい、でずっと悩んで悩んで行き着いた先が、うん、そうかと、うん、無念無想だと、うん、ある念ある層を認めて無念無想へ向かう道が、うん、無念無想だと、うん、いうのを、うん、そっちになるんだみたいなのを、うんうん、でそこに向かう道が、うん、悟りなんだなっていうところで落ち着くってみたいなことが書いてあってですね、はい、あ、プリキュアと同じこと言ってるって思いつつ、うん、これ覚えといてくださいね、な、僕が今なるの話をしてますはい、なるの話です。で、うん、昨日隊長とライブで、うん、そのなんか成長の話をしてたんですよね、はいはい、うん、でこれはその成長というのは、うん、MBTI、うん、というのは、うん、この例えばこの三角形があるとして、はい、例えばサイトとかで、うん、よく私たち、僕は ISFP だよとか、うん、ツイッターとかでよく見るじゃないですか、はい、でそういうのは多分皆さんその本とかを読んで、はい、なんか診断とか、うん、サイトとかの診断とか、うん、MBTI で言っときながら16タイプのやつを持ってきたりして、はい、INFP だけどとかってやってるわけですよね、うん、でその皆さんが掴んでる部分っていうのは、はい、この三角形でいうところのこの、うん、一番上の辺だよと、うん、で MBTI とかでそのセッションを受けるとだいたい分かるのがその、まあ、三角形3層に分けたとして、うん、その真ん中の層が分かると、うん、ここを、リアルタイプというと、うん、でそこがセッションとかで分かり目指す本当の目的としては、うん、このトゥルータイプ、
はい、一番そこの本当の自分を探すための道具だよ、うん、みたいなのが MBTI で、うん、で僕はその本当に向かう道が、はい、本当に向かうのが、うん、目的目的なんですよ、うん、って言った時に僕は、はい、それは手段でしょうって話ですよ。で隊長が言ったのはなんかその成長、うん、成長自己成長が目的でしょって、はい、言ったんですよね。自己成長するために自分のタイプを知る、はい、うん、で僕は僕それ同じ意味で言ってますけど、うん、って言うんですよ、はい、そうすると隊長は違いますって言うんですよ。その言葉の意味が違うって話ですよ。言葉の意味というのは要は僕が言ってるのは、はいはい、目的があるわけですよ。自己成長という目的がある、うん、例えばなんだろう、東京に行きたい、目的地東京、はい、今あなたはどこにいるか分かりません、どうやって行きますか、はい、ってなったら今いる場所を調べなきゃいけないじゃないですか、はい、でそれが今いる場所が自分って感じですよ。で、僕で自分が、はい、なりたい自分になるためには、はい、自分の直さなきゃいけない部分は直さなきゃいけないし、はい、この伸ばさなきゃいけない部分は伸ばさなきゃいけないし、はい、でそれを知るための道具みたいな感じですよ、はいはい、で僕はこの本当の自分を探すっていうのが、うん、究極の目的なんだろうなと思っていて、うんうん、僕はだから本当の自分を知ることにあんまり価値を感じてない。で僕はその目的地東京をなんか結構同じ意味で見ていて、はい、うん、で先ほどその話した、プリキュアもそうですし、はい、山岡鉄舟もそうですけど、うん、その向かう道っていうその時点で、うん、なんていうんだろう、もう結構向かう道が分かってる時点で、はい、もうある程度なんていうんだろう、うん、本当の自分っていうのは、うん、かなっているのではと。その向かうって、まあ、別に僕成人になりたいわけでも悟りを開きたいわけでもないので、うん、いい生活が送りたいぐらいのもんじゃないですか。楽しく いいって何、楽しく楽しく過ごしていきたいですよはいはいはい、お金に困らずみたいな、はい、楽しい仲間と、はい、みたいなプリキュアみたいですっていう、そうですよ、だからプリキュアみたいなとこじゃないですか、はい、あ、で、うん、でそこになんかそれじゃダメだみたいなことを言うから、うん、僕がじゃなくて、あ、僕じゃなくてね、世間がね、はい、はいはい、っていうところですよ。だからなりたい自分になるんだっていうところですよ、はい、プリキュアっぽい感じですよ。これ本当ハグッとプリキュアです、はいはい、でこれがね、はい、その MBTI の、うん、今その、まあ、ちょっとこのズレをお話ししたんですけど、はいはい、前の動画で、うん、この MBTI タイプで迷ったらどう決めればいいかっていうのを挙げたんですけども、はい、うん、その公式の方とお話をしていて、はい、うん、言われたのはしっくりくるところです、うん、っていうふうに言われて、はい、うん、あ、しっくりくるところでいいんですよね、うん、っていう動画を上げたんですよね、はい、そうしたところその、まあ、コメントでですね、うん、一見感情タイプに見える人でも、うん、思考が感情を手段として戦略的に使っている場合もあると思いますと、うん、それと思考を相手の感情情報を得るためにフル回転している場合も考えられます、うん、でエニアタイプでいう6がその傾向が強いと思います、うん、この絵はしっくりくるっていうのが難しいですっていうふうにおっしゃってるのかなって、はい、うん、はい、まあ、しっくりくるは僕も難しいですけどね、どれか一つにしっくりこないみたいな。ああ、なるほど、うん、で体調が、うん、まあ、そのパターンもあるし逆のパターンもあるよねと、うん、そのための MBTI の公式的見解では、うん、そのような行動ではなく、うん、自分がしっくりくるかどうかで決まるってところなんだなと思います、うん、だ一見ってことは他人が見てじゃないですか。その人感情的に見えるけど本当は内部ではこうすごい思考的に考えて感情を使ってる人っていうふうに見てるって話ですよ、ね、見てるって話だ、人が見てるって話、人が見てるとか、まあ、その逆もあるよねって、思考の人が感情的に振る舞うこともあれば感情の人が思考的に振る舞うこともあるよねっていう、はい、でそれは一見だから、まあ、他人が見て見てですよねっていうふうに捉えたので、なんであとは別にこれは本人の問題ですもんね、本人の問題、だから本人がしっくりきてれば、うん、ほっとけって話ですよね、ほっとけというか、はい、どうぞ言ってください言ってください、まあ、ほっとけとかほっとけじゃないっていう話は僕はしてないって話だけです、はい、ごめんなさい、はい、あ、なので自分が
要は他人は関係ないって話ですよ。ああほっとけっていう、ほっとけじゃなくて関係ないっていうことですよね。それはまあ自分の問題で他人は関係ない問題で、はい、人がどう見えるかっていうよりは自分がその思考的に考えてる方がしっくりくるのか、だからあの思考的に考えて感情を使ってる人は思考的に考えてるんで、はい、自分は思考って分かってるんだろうなと分かってるんだと思うんですよ、はい、だからそっちがしっくりくるんだろうな、思考っていうのがしっくりくるんだろうなって、はい、でそれが他人から見たらこの人思考じゃねえだろうってことはあるんじゃないかなっていう、あれかもしれないですよね、うん、で僕がありがとうございますと、うん、で一見見える人でも思考が戦略感情手段として戦略的に使ってる場合もあると思いますって言われたので、うん、いやこれは外から見てる人の感想、うん、かっこ、まあ、僕悪意的に勘繰りで、うんうんうん、あの当の本人はしっくりは分かっていると思います、うん、でただまあ、うん、これが迷い出すのはね、うん、周りが、うん、いや君違うよとか、うん、で周りがやいのやいの言い出すことで、うんうん、まあ、当の本人も迷うことはあるのかもねって返したんです、うんうん、そうしたところ、まあ、これが難しいんじゃないと、しっくりくるっていうのもあるが、それをやっていて楽しいかそれとも辛いかっていうのもあると思うと、で辛くても充実感がある場合もあるし、苦もなくできるかできないか、現にそうなのかそれとも憧れでやっているのか等々で、別の言い方であれば、その病気で苦しんでいる患者かっこ感情なのか、それともその患者を気の毒に思って治療している医者思考なのかと、その場合医者かっこ思考は極めて患者の感情に関心を持ち寄り添っているように見えるが、患者は感情ではありませんと。でこの2人が自分の中にいて、内部の思考が感情に気を使いすぎている状態というのも考えられるのではと思います、うん、これ、まあ、僕的には、はい、あれですよ、感情も思考も分かれてないんですよ、一つなんですよね。あ、うん、そうですね、うん、はい、で僕がなんかそのふとなんか電車に乗っていて本当になんか思ったのが、なんか人ってね、もう空なんだなって思うんですよ、空っぽ、空のもので、でそのまあ老子、これから老子やるんですけど、まあ多分これもそうですよね、一つのものに感情思考って、一つのものを感情思考って言っちゃったんですよね、感情思考、まあその感情的に考える、感情的に考える、感情的に行動することもあれば、はい、思考的に行動する時もあるわけじゃないですか、思考に基づいてっていうこと、基づいて、まあ、論理的に考えることもあれば、はい、感情によって行動することもあればみたいな、はい、合理的なのかみたいなのも全部こう持ってるわけじゃないですか、はい、ここまでは感情出してもいいけどこれ以上はダメだとか、これぐらいはまあ論理的に考えるけどみたいな絶妙なバランスでこう生きてるわけじゃないですか、はい、でまあ、だからそのこれに名前をつけて、どこかで現状の自分を受け入れて、で僕の中ではその要はなるってさっきも話をしたんですけど、どこかでこのタイプ論とかを使って、あなんか自分はこの辺なんだな、でまあよくもう分かんないけど、この辺っていうのをつかみ、あとはなんかそのなりたい方向、でこれになるっていうのが何て言うんだろう、将棋のなるじゃないですけど、ちょっとなんか成長した負が都になってみたいなのが成長で、しっくりくるっていうのはそれを決めることだ、でも人は基本からなんだけど、このなるっていうのを決めた時に初めてなんかそのギュッて空のものに何かが入ったような気がして、なんか納得するところになるのかなっていう、僕的にはもう利き手ですよ、だから右利きじゃないですか、僕も二等兵も、僕と二等兵は僕と二等兵は一緒でしたね、隊長と二等兵は右利きですよ、はい、右利きじゃないですか、はい、別にこれって意識して右利きじゃないじゃないですか、そうですね、でなぜ右利きかって言われても分かんないじゃないですか、そうですね、右手使う方がしっくりくるじゃないですか、そうですね、そういうまあ体感的なもんじゃないかなと思うんですよ、なんか無意識になんかこう物を取るときに自然と右を使ってるみたいなのが右利きみたいなところじゃないですか、はい、でもこれはね分かりやすいんです、手は分かりやすい、で思考も感情も、感情も、はい、だから元々そういうのはあると思うんですよ、
こういう行動をするみたいなのは、はい、多分元々の、まあ、本当にトゥルータイプぐらいまでいけばなんかあると思うんですよ。思考みたいな、はい、思考的とか感情的、はい、まあ、感情型みたいなのあるんですけど、その後にいろいろ経験するわけじゃないですか。いろいろありますね、はい、人生、はい、でこう上にポコポコくっつくわけですよ。でそうするとこう感情だけどやっぱりちゃんと考えた方がいいなとか思うわけじゃないですか、経験則によってね、はい、でなるともう論理的に考えたりもするわけですよね、はい、でそこでも分かんなくなるんじゃないかなって。で僕はこれ何がお話したかったかっていうと、うん、そのなんか各自、うん、やっぱり 見え方と、はい、その表現の仕方が違うんだろうなって。違うと思います。僕本当体調とね、はい、なんか同じこと言ってるのに体調はずっと違うって言ってるって思ってるんですよ、うん、僕のこと違うって言うって。それは批判的な意味じゃなくてね、はい、うん、あの多分言葉の定義が違うって話をしてるんですよね。僕が違うって言ってるのは二等辺それ間違ってるって話じゃなくて、はいはいはい、その言葉の意味だと僕は違うように取られるよって話をしてる。なのでもしかしたら今この紹介させていただいた人も、はい、いやいやなんか実は同じことを言ってるのかもしれないんですけど、うんうん、なんかこのしっくりくるも、うん、なんかしっくりくるでいいんですよっていう動画を作ったんですけど、うん、あ、しっくりくるっていう捉え方でも、うん、なんか見え方があるんですねと思って、うん、まあ、しっくりくるっていうと、まあ、僕もわからない部分はあります。僕わかるって自信があるんですけど、はい、しっくりくるだとわかりますってしっくりくるだとわからない、多分その時もわからないって話はしてた。何がわかんないかっていうと、例えば F と T とか、はい、どっちもしっくりくる部分があるわけじゃないですか。あるで S と N もどっちもしっくりくる部分があって、でと僕はね、はい、自信を持ってないが言えるんですよ。これはないっていうのは、そう、うん、ただこれは間違ってる可能性はあります、うん、はい、で多分そういうのをあのセッションとかエニアグラムとかもそうですけど、はい、まあ、探していきましょうなんだと思うんですよね。ああそうですね、うんうん、で、まあ、そのセッションもなんか教えてくれるっていうよりは探す手伝いをしてくれるみたいな感じなんだと思うんですよ。自己を、はい、理解を深める、はい、うん、でこのエニアグラムの時に結局自分がこうだって思ってるのも全部意識だからみたいな、まあこの、うん、ピチョロンって海に出てる、うん、そうそう、氷山の一角です。でこんなのないと思ってるけどあったりすることは普通にあるみたいな、はい、自分が自覚しないで周りはみんなそう見てるみたいなそれはあるのかもしれないですね、はいはい、っていうこともあったりするから、はい、もうずっと探求していきましょうみたいな。そっか、でも、はい、でもまあなり、で僕はね、うん、そうなるとなんかこのなりたいになる、うん、でタイプをなるにしなくていい。あ、そう、タイプはねもう、うん、だからこの学ぶ意味はあると思いますよ、うん、学ぶ意味は全然あると思うんですけど、でなりたい自分になるっていうのは僕だったらなんか目的じゃないですか、はい、こういう風になりたいみたいな、うん、このタイプになりたいっていうのは多分間違いなんですよ。あ、タイプにもそうですね、はい、でそのためには何が必要で何が必要ではないかみたいなところじゃないですか、を知るためのツールとしては、うん、とても有効ですよね、うん、はい、で自分はここが苦手だなってところがあったとしたら、はい、それを克服するのか長所で補うのかみたいな、はい。